トリクロ酸は医薬部外品の薬用石鹸、うがい薬、食器用洗剤、練り歯磨き、脱臭剤、手の消毒剤、及び化粧品など様々な場面で使用されている一般的な家庭用の抗菌剤である。アメリカではその効果への疑問や健康リスクからトリクロ酸を含む一般用抗菌石鹸の販売は禁止されている。トリクロ酸は高濃度では 複数の細胞質と細胞膜を標的に殺生物剤として採用する。低濃度ではエノイル酵素に結合し脂肪酸合成を阻害することにより精菌的に採用する。脂肪酸は細胞膜を構築したり再生するために必要である。人は ENR 酵素を持っていないため影響を受けないとされる。アメリカではトリクロ酸含有の製品は40年も前から。 市販され、2000種以上もの石鹸の他に、歯磨き粉や掃除用洗剤、プラスチック製品や化粧品などにも使用されている。2013年、動物研究では、トリクロ酸が、甲状腺や女性ホルモンのエストロゲン、男性ホルモンのテストステロンなどに影響を与える可能性や、一般的な抗生物質に対する薬剤体制を強化してしまう可能性が指摘されている。 2016年、アメリカ食品医薬品局は、2016年9月2日に、トリクロ酸やトリクロカルバンなど19種類の殺菌剤を含有する抗菌石鹸は、通常の石鹸と比べて優れた殺菌効果があるとは言えない上、免疫系に打撃を与えるリスクがあることを発表し、2017年9月に一般用抗菌石鹸の販売を禁止した。2018年、 トリクロさんは、マウスの腸内細菌に影響を与えその、結果大腸炎や大腸がんを増加させることが、報告された。トリクロさん自身は、常温で、ダイオキシン類に、化学変化することはないと考えられているが、ダイオキシンの発生が懸念されるような、低温焼却炉ではトリクロさんが、ダイオキシン類に添化する、可能性が示唆されている。ありがとうございます。